あ、何やってんだこんな時間に。ちょっと眠れなかったもので。ファングさんこそどうしたんです？便所行ったら目が冴えた。どうせまたくだらねえこと考えてたんだろう。その言われ方は心外ですわね。どうせなら悩んでいたと言ってください。悩みってのは十中八九くだらねえんだ。だから悩んでるってのはくだらねえこと考えてんのと同じだ。ファングさんはこの旅が終わったらどうするおつもりですか？なんだよいきなり。いえ、悩み事のないファングさんは計画性も将来性もなさそうなので、この先のことを考えているのか気になって。さりげなくしっかりこき下ろしてんなお前。まあ俺は俺のままだ。先のことなんか今から考えるもんじゃねえ。やはり行き当たりばったりなんですね。余計なお世話だ。心配して差し上げたんです。でも少し羨ましい。自分に素直で何者にも縛られず自由に生きられることが。お前だって自由に生きればいいだろ。俺様が許す。ファングさん、だからんな辛そうな顔すんじゃねえ。なんか調子くる。あなたの柔軟で能天気な考え方に時々救われますわ。褒められた気がしねえ。もしもあなたのそばで生きられたならきっと悩みなんてなくなるんでしょうね。そういう生き方ができれば。だったらそうすりゃいいじゃねえか。俺のそばにいればいい。その時になってお前の気が変わってなければな。そんな未来も悪くありませんね。私の気が変わっていなければ考えておきますわ。